丸月末日16時、今日はぷよぷよ CD で一緒に仕事をした仲間と魔導スタジオで久しぶりに会うということで、シェゾが一番乗りしていた。お前が欲しい、お前が欲しい、おーお前が欲しい。なんかこう違うな。お前が欲しい、お前が欲しい。これは私の趣味ではないな。お前が欲しい、お前が欲しいって。これじゃただの変態だ。おはようございます。お前が欲しい。しょうもないこと。お前が欲しい。痛い。あんたまだ証拠にもなく変態してんの。アルル、いきなりブツなんてひどいじゃない。痛いじゃないのよ。ひどいも痛いもシェゾがいきなり変なこと言うからでしょ。あれか。いやいやいや、悪い悪い、つい練習に熱が入ってしまってな。ところでお前、いつの間に湧いたんだ。あんたね、誰が湧いたって誰が。細かいことを気にする娘だ。あんな言い方されたら誰だって怒るわよ。それに練習だって。お前が欲しいってなんて、よりによってなんてセリフ練習してんのよ。ってにも、そうじゃないんね、そのセリフはだな。皆さんおはようございます。お前が欲しい。ちょうだっ、あっ、かっちゅうをくれた。あいきなりナンバーストーン、いけじゃにゃきゃや。いきなり何をするかですって。シェドの方こそいきなりお前が欲しいだなんてとんでもないこと言うからでしょ。誰があんたなんかに。いや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 、だからそのそれはだな、ちょっと違う。私のすべてはサタン様のものよ。すべてそう、この美しい髪やスッと伸びた足は言うまでもなく、さくらんぼのように愛らしい唇、ツンと上を向いて張りのあるふくよかなバストとヒップ、キュッとくびれたウエスト、そしてまだ汚れを知らない私の、あ、そこ私の心もこのナイスなバーディーも全部全部全部サタン様のものよ。あー恥ずかしい、私ったら負けちょっとシェーズを今の聞いた。ルルっては超大胆。聞いた。私の心もこのナイスなバディも全部全部全部サタン様のものよ。うわきゃー恥ずかしい、渡したらやだもんな。あったかサタンのカゴモノめ。それにしても最近の若い子と来たら大胆なことを平気で言うわ。ブルセラショップには行くわ。一体何を考えているのや。変態に言われたくないわよ、変態に。あー、まあまあルル落ち着いて落ち着いて。ところでシェゾ、他のみんなは。まだ我々3人だけのようだが。ハローエブリバーディ、元気してるかい。おお、みんな揃ってる。じゃんじゃんじゃん。わお、サタン様。サタン、こら、お前からみんな誘っといて遅いぞ。そうよ、みんな揃ってるなって僕たち4人で全員なの。その通り。おいおい、残りのみんなどうしたんだ。うん、このところみんな急に仕事が増えたみたいでな、今日はどうしても来れないということらしいんだ。なるほど、普段はやられ役ばっかだから日の目に当たれたのがよっぽど嬉しかったんだよね。もうアルルもシェゾも何細かいこと気にしてんのよ。サタン様がいればそれでいいじゃないね、サタン様。ああ、はいはい、そうですか。ところでサンタ、なんで今日は僕たちを呼び出したの。うん、実はな、
おい、お前はまだ治っとらんのか。私はサンタではなくサタンだ。そうだっけ。こら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 、笑ってごまかすな。まったく相変わらず脳みそプーだな、このお天狗娘は。お天狗。まあいい。それでだな、今日みんなを呼んだのはだな、呼んだのは、ここのところ暇で家にいてもマグロになるしかなかったのでな、まあ久しぶりにみんなの顔でも見ようかななんて思ったわけだ。説明しよう。マグロになるとは、家にいても何もすることがなく、日がな一日家で冷凍マグロのようにゴロゴロするという意味である。これは一部の地域でしか使われていないスラングなので、使うときは注意を要するのである。はい、サンタさん、あ、いや、サタンさん、マイク返します。どうも、うん、で、つまりだな、つまり暇つぶしだ。じゃあ、なんでスタジオに呼んだのよ。単なる趣味だ。なんで私がだと。アルル、出番だ。この大ボケ大将にしっかりと説明して差し上げなさい。ブラジャーじゃなくてブラジャー。このむちゃくちゃ忙しい中、わざわざ時間を空けてきたってのに、単なる暇つぶしに付き合わせるとは一体何考えてんじゃい。この CD を買ってくれたお客さんが許しても、このアルルナジャが許さない。この CD で全く出番のないぷよぷよに変わって、おしゃきよ。わぁ、ほんまだ。サインもらっちゃおうかな。恥ずかしくなっちゃう。世界を。おしゃきよ。わぁ、おしゃきよ。次行きましょうか。では、カー君、おいで。グー、よっしゃ。ほいじゃ、行きます。ちょっと待て、アルル、何する気だ。カー君、パンチ。グー、うわー。サタン様、こっち。おー、ルル、えらい。あとで力おっぱいじゃない、あっちからいっぱい愛してやるからな。嬉しい。アルル、次だ。はいよ、カー君、キック。ドワー。ルル、ここにいたら体がもたん。一旦逃げるぞ。アルル、とどめだ。